島原半島のランドサット衛星写真、スペースシャトル標高データにより陰影をつけた。島原半島の位置島原半島の地形図島原半島は九州の西北にあって西、そして南に向けて区の事情に突き出した陸地の南部から3つに分かれる半島群のうち最も左南東に突き出す半島である。全体は北岸は有明海に面する。 その西部、半島の付け根部の有明海は、伊佐早湾と呼ばれる。東岸から東南岸は、有明海の開港部である、島原湾に面し、熊本市、宇都半島、天草上島と対峙する。南端は、瀬詰崎先といい、ここから早崎瀬戸を挟んで、天草下島まで 4.4km ほどである。西岸は、立花湾に面し、長崎半島に対峙する。 半島中央の幅は約1 5トル、長さは測り方によるが約4 0トルである。半島中心部は雲仙と呼ばれ、普賢岳の標高は1 3 5 9 3ル、平成新山は1 4 8 6ルである。雲仙温泉などの温泉にも恵まれている。一部は雲仙天草国立公園に指定されている。全体が長崎県に属する。 金本義継、徳岡和幸によって提案された都市圏。細かい定義等は都市雇用圏に即する。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。2009年2月20日、地球科学的な特徴が認められて、島原半島ジオパークとして日本最初のジオパークに認定された。島原半島東部では地元長崎県のテレビ局のほか、 有明海を挟んだ熊本県、佐賀県、福岡県のテレビ局の直接受信が可能である。ありがとうございます。